グリーンスポット店のハーブガーデン紹介です。今日はガーデンに植え付けをして5年目になるエルダーの木を紹介します。今5月の中旬過ぎて、この時期にたくさん花を咲かせ始めています。この後に、実ができるので、それを収穫して、ジャムにしたり楽しんでいる、そういった木です。支柱をしたり、あと剪定を何度も重ねてだんだんと大きくなってきているので、その元気なエルダーを今日は紹介します。これですね、エルダーの花ですね。これこの株っていうか、こんだけごっついですけどね、これは地植えしてから5年目の木です。こんな大きくなるんですけどね、剪定を常にしてくださいね。この木はそこら中からこう新芽が出てきますからね。これでもだいぶ半分ぐらい取ったんですけどね、この枝の元から全部切ってもらったら、いらん枝を切ってもらうんです。そうするとこういう具合に迷子でいきますからね。あんまり咲きすぎてもダメなんですね。ある程度調整してやらないと。黒い実もなりますよ。